意外にメガネ姿がすげえ人気だったんだよね。てて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 てーす、熱き魂のサムライヴァンパイア、星のソータでござソーロー。意外にメガネ好評だったんですよすぐ調子に乗るタイプだから、だからまたかけちゃってました。ごめんなさいごめんなさい。いや、今日はどんな話をしていこうかと考えたんですけど、つい先日俺の好きな YouTuber さんのラファエルさんの動画を見たんですよ。最近もうボーッとバズったラファエルさん、もうすごいっすよね。ついちょい前まではそんなに登録者いなかったのに、もうねえらいことになってますよね。うん、僕もそうなりたいな。うんまあまあ、でも僕はそんな人気者になるためになんかこうどんなことでもしてやるぜっていうのはないんでね、あくまでソータ武士でこれからもやっていきます。よろしくお願いします。で、なんでラファエルさんの話をしたかと言いますと、ラファエルさんのその僕が見た動画、今日パクらせていただきます。ラファエルさんがイラッとすることをずっと、こういうことに対してイライラするんだよね、こういうことがムカつくんだよねっていうのを語ってたんで、まあ俺もそれ面白いなと思って、うん、だから話したいなと思ってね。ただね、ソータってこう見えてすごいね平和主義者なの。だからそんなにイライラすることもない。うん、世の中に対してムカつくなってことってね、そんな怒らないよね。俺普段から温厚だし、うん、平和主義者だし、喧嘩なんか極力したくないよね。だって殴り合いの喧嘩って痛いだけじゃん、うん、痛い思いするんだったら話し合いで解決できた方がいいでしょ。うん、そんな平和主義者な僕ですけれども、でもイライラすることちょっとはあります。語らせてください。では聞いていってね。まず1、これは前の動画でも結構言ったことあるかもしれない、ポイ捨て。うん、ゴミのポイ捨てとか、あと路上に唾を吐くとかタンを吐くとか、もう大嫌いだね。もうね、タバコ捨てるやつとかね、マジね許せないね。俺は非喫煙者です。タバコは吸いません。非喫煙者です。タバコは吸いませんよ。でも俺喫煙者の方は別に嫌いじゃないんですよ。うん、マナー守ってれば。喫煙者の方も俺大好きですから。マスミだって、マスミ社長だってタバコ全然吸うけど全然 OK だもん。俺の前でプカプカやられても俺全然 OK。 うん、だって法律でタバコは OK って認められてるから、タバコ吸う人にだってね権利はありますからね。だからそれを別に僕はディスってるわけじゃないんですよ。そのタバコをね捨てるんじゃねえよって道に、それを言いたい。まあ綺麗事になっちゃうかもしれないけど、俺は自然とか動物が大好きだから、それを汚されるのがすっごい嫌なわけ。うん、やっぱ綺麗な街であってほしいんだよね。だから俺渋谷とか歩くだけですげえ嫌なんだよね。汚ねえじゃんあの街って。うん、だからもう洋服買う以外では渋谷とかって行きたくないもんね。うん、そうだね。はい、続いて第2、第2は嘘つきです。嘘つきは俺大嫌い。もうね、たとえね、俺口約束だとしても約束は約束だと思うタイプだから、それをバックレたりとか破ったりするのは本当に嫌いですね。もうそういう人間とは僕付き合えなくなります。もうね、速攻ね俺切っちゃうから。もうメモリーに入ってる人でそういうことをやってる人がいたらもう速攻切っちゃう、縁切っちゃうんだよ。うん、嫌なんだよ約束破るやつ。まあ言うてもね、そうだ、バファリンのごとく優しさでできてるから、まあ謝られたらね結構ね揺らいじゃうんだよね。うん、揺らいじゃうの、ごめんねごめんねって言われたら揺らいじゃうから、結局ね仏の顔も3度までじゃないけど許しちゃうんだけど、でも俺はそういうことするやつとは基本的にもう冷めた目で見ちゃうし、うん、同じ仲のいい友達と同じような感覚ではいられなくなっちゃうね。うん、
陰口言うやつとか最低だよね。あの俺の前ではそうだくん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 ってすごいしゃってるようなこと言ってて、で他の人のところではそうたマジムカつきよねとか言うのってさ、女子だとあるあるでしょ。女子だとすげえあるあるだと思うのこれ、うん、でも男でもいるんだよそういうクズが、うん、俺は女友達は一人もいないよ、うん、女友達は一人もいないからね、女子に対してそういうのやられたはないんだけど、男でもいるやついるんだよそういうことをやるやつが、うん、でもそういうやつはもう速攻切る、ね、そいつはもう本当に俺はもう殴り合いの喧嘩したことある、そういうやつとは、うんうん、まあ一概にね殴り合いの喧嘩がね悪いってことではないんだよね、うん、まあくせえこと言うけどやっぱ殴り合わないとわからないところっていうのもあるのかもしれないね、男同士って不器用だから、だからこう拳に思いを込めてぶつけて気持ちをぶつけてお互いそれで分かり合うっていうのが周りにあると思うんですよ俺はね。喧嘩を推奨してるわけじゃないよ、暴力を推奨してるわけじゃないよ、ただ話し合いで解決できないときはまあこうぶつかることもあると思うんですよ、うん、それで相手の気持ちが分かることもあると思うんですよ、それだけ。だから暴力を推奨してるわけでもないし喧嘩を推奨してるわけでもございません。はいはい。それから第3、遅刻、うん、もうね時間にルーズなやつは俺嫌いっすね、うん、俺は基本15分前行動、仕事でもプライベートでもプライベート友達会う時だって15分前行動で動きますよ、うん、15分前にはもう現地に到着して待ってます。だからちょうどに来てくれたとしても15分待ったことになるんで、それはもう俺が悪いよ、俺の自業自得で俺が勝手にやってるから。だけど5分遅刻されただけで20分待つことになるからね、だからね、どうかな。まあ仕事とプライベート一緒にすんなってさみんな思うかもしんないけどさ、仕事でちょうどに行く人いる？タイムカードじゃあ8時に出勤の時にさタイムカード8時ギリギリに押す人っていないじゃん。ちゃんと5分前にみんな押すでしょ。俺はそれぐらいの感覚でいてほしいんだよねプライベートでも、うん、あと彼女とかだったら俺なおさらだな、うん、1秒でも一瞬でも会いたいと思うから会いに行くわけだし、1秒でも一瞬でも長くいたいから、うん、だからそうやって早く来てくれたら嬉しいよね。だからルーズネスとかでさ、なんかせっかく時間作ったのが無駄になるから俺は嫌なんだよね、うん、まあ危機感がないんじゃないかなルーズな人っていうのは。俺みたいなもう病院の先生からいつ死ぬかわからないって言われてるぐらいの人だから死を意識してるんですよ。だから1秒1秒をものすごく大切にしてるの、うん、だから1秒を無駄にされることがすごいダメなんですよ、ストレスになっちゃうんですよ、うん、いつ死ぬかわからないって言われたりさ、明日とか1ヶ月後に死にますって余命宣告受けたらみんなだってさ時間大切にするでしょ、それと一緒、うん、みんな危機感がないから、うん、多分ルーズになるんじゃないかな、うん、だから俺彼女できたとしたらそこら辺もうるさくなるから多分モテないと神経質で潔癖症だしな、ああはい続いてちょっと待ってね、はい最後ラスト第4、赤ちゃんを放置する親、これ許せないね、これ本当に許せない。もうね赤ちゃんはさしょうがないじゃない、親が全ての面倒を見なきゃいけないじゃない、それを放置するってさ本当に人間として最低の行為だと思うんだよね。俺さコンビニのさあのアルバイト時代とかさレジやってるじゃん、そうするとさあの赤ちゃんを連れたさとかもう幼稚園に入る前ぐらいのもう立てるぐらいの、うん、子供を連れてくる親とかいるわけよ、うん、でお母さんが立ち読みしてんのずっと、で赤ちゃんが泣きじゃくったりまあ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 とか叫んだりとかしててもう無視してずっと立ち読みしてる人とかいるの、もう信じられないよね。もう
お前何やってんだよってね、俺もう本当に仕事中じゃなかったら言ってる、うん言ってるよ、俺言うタイプだからガツガツ行くタイプだから仕事中だからね、ちょっとそれ言えなかったんだけど、うん、あれはどうかなって思ったね。あとよくあるじゃん、テレビのニュースとかでさ、パチンコやってて車に子供放置してて死んじゃうとかってさ、パチン娯楽と自分の子供とどっちが大事だって言うんだよ、それだったら作るんじゃねえよこの野郎って思いますね。本当にもうそういう人には赤ちゃん作ってほしくないね。子供いくら少子化だっつってもさ、いくら日本のためには子供いっぱい増えた方がいいとは言っても、そうやって辛い経験をする子供が増えるぐらいだったら増えなくていいよ、終わっていいわ、うん、自然淘汰されてきゃいいんだよ人間なんて、うん、それだけね自然を汚したり環境破壊があったりとかで滅んでいくんだったら自業自得じゃない、うん、ね戦争してさ殺し合いしてさ本当に醜いよね、うん、まあ赤ちゃんの話からいきなり戦争になんか飛んじゃったけども、はい、子供の教育をちゃんとしない親は大嫌いです、うん、大嫌い。だからってあれだよ、いい塾に入れる、いい学校に入れる、仕送り送る、それがいい親とは思ってないよ。むしろそれをやるやつの方が俺は嫌い、うん、それが教育だと思ってるやつも俺は嫌いだね。金あげりゃいいってもんじゃないよ。子供が欲してんのはね愛情なんだよ、愛情。金なんかあげたらろくなねえやつになんねえと思うよ俺はね。だからお小遣いって何十万もらってるとかいうボンボンとかなんかもうほんとダメだね。いくら親がお金持ちだとしても一回は社会に出て一人で自立させるべき、うん、1円の仕送り曲げないで。いや大学の費用とか高校の費用とか出してあげる当たり前みたいになってんじゃん。だから子供がさなんか大学に行くお金がないからすごいなんか嫌な家に生まれた、不幸な家に生まれたみたいなこと言うガキ、クソガキがいるけどさ、バカじゃねえの。大学にてめえが行ってんだったらてめえで稼いで学費稼いで行っちゃいいじゃねえか。今だって今だったら奨学金だってあるんでしょ、なめんなよ人生甘えすぎだわ。俺なんか学費全部払ったわ自分で、仕送りだってゼロだわ16歳の頃から一人暮らしで。甘えすぎですね、その甘えん坊も嫌いなんだな。だから、うん、親のすねかじりのくせに文句ばっか言うやつとかね、親の文句ばっか言うやつ、じゃあお前一人で全部やってみろよって言いたいよね、うん、なんかこんなことばっか言ってると俺低評価すげえつきそう、バットいっぱいつきそうでもさ俺間違ってないでしょ、正論でしょ、うん、だってさ中学校までは義務教育だから親が出してそれは当たり前だと思う、働けないしね、アルバイトもできないし中学生の頃なんか。でも高校入ったらバイトできるでしょ、16歳で雇ってくれる企業なんていっぱいあるわ、うん、俺は働いてたもん16の頃から、うん、で高校は義務教育じゃないから自分の意思で決められるわけじゃん、行くも行かないも、行きたいんだったらてめえでどうにかしろよって話。なんで親のすねかじってて親に出してもらってて親にてめえこのクソババアとかこのクソジジイとかそういう言葉は言えるのかね、俺は不思議でならないよね。で自分のね寝るところ確保してもらってて食べ物も出してもらってて、そんなところにいるのに環境悪いなんていうクソな甘えん坊はね一回痛い目見た方がいいね、こじきでもやった方がいいよ一回、ホームレスになった方がいいわ、うん、それぐらいに俺はね甘えん坊も嫌いですね。ラストじゃなかった、4赤ちゃん放置するのがラストじゃなかった、5甘えん坊嫌い、うん、まあそんな感じでございます、ソータのイラッとするポイント、イラッとする人間、うん、ラファエルさんはねちょっと僕はね自分でこんなことを言っときながら矛盾してるようだけど、ラファエルさんはちょっと器小さいだと思っちゃいました。ラファエルさん好きですよ、僕 YouTuber のラファエルさんすごい好きですよ。でもコンビニのねレジのね
レシート渡してくるやつがムカつくとか、温めますかって聞いてくるやつがムカつくとかって、それはさ聞くでしょ聞かないと怒るやついるんだから。ラファエルさんに合わせたら逆に怒られちゃうんだから、そのレジの子は。でお客さんに怒られないにしたって店長に怒られるじゃん。だってバイトなんかマニュアル通りにやるしかいけないんだから。だからこういう風にやってくださいねって店長が言われたら、雇われてる側なんだから、それをするのがお仕事なの、それを聞くのがお仕事なの。だからそこをやめちゃったら店長になんで言わないのって言われるでしょ。だからそこは勘弁しちゃってくださいよ、ラファエルさんね。まあどうせ俺の動画なんかラファエルさん見てねえだろうけど、まあうまくこうなんかで、なんかの表紙で見てくれたらいいんじゃないかな。俺はレジで仕事してたことあるから、レジの人の気持ちすげえわかります。客でもムカつくやつはいますよ、逆の立場で。だから俺はすげえ丁寧にレジ通すときやりますよ。まあ15分経過したんで、そろそろおいてもしたいと思います。また最後はメガネ相対、じゃあ一緒に転がってこうって。もちろんそんなです。ご視聴ありがとうございました。僕らの関連動画などは下の概要欄からお願いします。もちろんそんなでした。好きでした。来てください。